神谷です。神谷仕掛けてもさらに抜ける、左足でファーサイド、近藤来た、左シュートだー、すぐに追いつきました愛媛 FC。 あっという間でしたね。そうですね、やはり神谷選手のキックが効いてましたね今ね、ドリブル突破からちょっとフェイントも入れて最後アシストしていきました。ここで右サイドでフリーの選手一人いるんですけどね、はい、自分で入っていってここで3人引っ張ってますからね。ここでも近藤選手も落ち着いてましたよね、1回ね。最後伊藤真希人に当たってのゴールインになりました。ここ落ち着いてましたね。そうですね、3人完全に逆振られてますからね、ここは見せましたね、はい、2トップが絡んで、はい、しっかりと